今回の神旅は、日本とユダヤの宗教的な関係性を100年前にすでに唱えていた女性学者をご紹介します。エリザベス・アンナ・ゴルドン。大乗仏教がキリスト教と著しい類似点を持つことを指摘し、彼女の半生はその研究に注がれました。膨大なレポートは我が国の教典とされています。大崎神社を知ることで彼女の功績をご理解いただけると思います。大崎神社は波多の川勝が祀られ、佐古市の船祭りで有名な神社。神仏習合の名残と表現されることがありますが、明治の神仏分離以前は妙見寺でした。つまりお寺の一部だったということです。もともと僧侶が管理し、明治の神仏分離の際、僧侶が宮司となり、稲美島の姓を名乗り鮭を務めていらっしゃいます。故に他に類を見ない痕跡が残されていました。司祭神が大崎大神と呼ばれる波多の川勝。ご存知の通り、波多氏は4世紀頃に百済を経由して倭国で帰化した氏族、柚月の君の直系子孫とされます。仏教とキリスト教の融合、ゴルドン夫人が唱えた仏や一元論が大崎神社には残されていました。大神神社を代表とする古社には神門は見られず、神域の入り口には鳥居が建てられます。鳥居も締め縄を下げたものが古い形式とされています。古社の定義も縁起式神明帳に記される式内社とされますが、縁起式神明帳は飛鳥奈良時代を経た平安時代にまとめられたもので、神社の歴史から見れば近年整理されたものになります。選定の背景には政治色が強く現れていたり、式内社の後影が現在のどの神社であるか推定される論者も自ら式内社だと主張しているケースがあり、表現が難しいのですが、波多氏の神社形式およびその影響を受けた神社、もしくは神仏分離の際神社になられた寺院、こちらの神門は楼門であったケースが多いようです。八幡神が祀られる神社には神門が確認できることから、新しい神社形式に位置づけられるのではないでしょうか。大崎神社は妙見寺の名残が神門であり、仁王像、そして随神が背合わせにいらっしゃる。随神とは神域の守り神のこと。随神は神ながらとも読み、神の御心のままに、神そのままになどと表現される。平安時代以降、貴族の外出時警護のために随従したこの府の官人を随神と言い、随は従う、従ってと訓読みできます。仁王は仏法や伽藍の守護神であり、寺院内への仏的侵入を防ぎ、随神が神域を守られておられる。ここに神仏習合が現れています。随神像は神像であり、本来神道では神の像は作りません。天照大御神の八田の鏡は御神体ひもろぎであり、神の依代とし、神そのものの姿をなすものではなく、神奈美山や御神木岩倉は神そのものではありません。八坂神社の楼門、正門である南楼門、西楼門、伏見稲荷大社の楼門、八坂神社も伏見稲荷大社も波多氏の神社。八坂神社の西楼門の内側には空白が確認できます。もしかしたら仁王像がいらっしゃったのかもしれません。神仏習合の創世記ともいえる波多氏によって形成された神社形式。今目の前にある建築物と創造物は明治の神仏分離を経て残されたものですが、太古漁業を中心として佐古市に村が形成され、その漁を営む豊漁を願う祈り、海へ出る者への航海の安全を願う祈り、飲み水や生活用水、安心安全な水の恵みへの感謝の心、神社という建築物が形成される以前の神への信仰があり、神や仏を祀る文化を佐古市に伝えたのが波多の川勝だったのかもしれません。境内拙者の新宮は帝比の乱で勝利した聖徳太子が祀られています。神社の本殿及び摂末社として
聖徳太子が祀られているのは全国的にも珍しく希少です。帝比の乱は前回の物のべ蘇我争いの真実河内国渋川郡守谷の史跡で詳しく述べた通り、単なる廃仏派と数仏派の争いではありませんが、そのイメージで捉えると神社で聖徳太子を祀ることに違和感を感じる方がいらっしゃるかもしれません。畑の川勝大酒大神が司祭神として祀られており、聖徳太子とのご縁は切り離すことができないとのことで、ここにお祭りされているのだそうです。では畑の川勝は本当に帝比の乱に参戦していたのでしょうか。日本書紀崇峻天皇秋7月に蘇我の馬子が諸々の巫女を率いて守谷の屋敷へ出陣するメンバーが記される訳文ではよくはしょられていますが、一人一人見てみましょう。軍勢は二手に分かれて渋川を目指します。秋7月、蘇我の馬子宿根大臣諸々の巫女と前月見たちとに進めて物のべ守谷大村寺を滅ぼさむことを図る。初瀬部の巫女、武田の巫女、馬宿の巫女、なにわの巫女、春日の巫女、蘇我の馬子宿根大臣木の麻呂の宿根小瀬の臣平部柏手の臣方部葛城の臣をなら、共に戦を率いて進みて大村寺を打つ。大友の村寺喰阿部の臣と煙の臣かむて坂本の臣ぬかで春日の臣名を漏らせり、共に戦を率いて式軍より渋川の家に至る。大村寺自らやからと八つ子戦とを率いて稲城を突きて戦うとあり、その時のメンバーに馬宿の巫女の側近の畑の川勝の名が記されていないのです。本当に畑の川勝は帝比の乱に参戦していたのでしょうか。そして畑の川勝は帝比の乱の後すぐに官位十二階の大人に叙されました。官位十二階の大人とは、上位から大徳、聖徳、大人、聖人、大来、将来、大臣、聖臣、大義、将義、大智、聖智の十二階。大徳は最上の官位ですが、馬宿の巫女と共に政務を担っていた蘇我の馬子は十二階制の官位を受けず、大徳の上にあり官位を授ける側の立ち位置です。戦果として官位を与えられたと解釈されているに過ぎないのではないでしょうか。ましてや守谷の首を取ったとされるのは後に加えられた解釈ではないでしょうか。あなたはどう思われますか。平成20年7月19日、播州赤穂の地域紙赤穂民報が報じた大酒神社の宝物蘭陵王の面が初公開された時の記事です。記事によれば、川勝の作とも伝わる舞楽面などを初めて一般公開、今後の公開予定はなく希少な機会となりそうだ。雅楽の曲目の一つ蘭陵王は中国の故事を元にした楽曲で、龍頭をあしらった華麗な面をつけて舞う。同神社所蔵の蘭陵王の面は縦33センチ横20センチ、龍頭と顎の部分は欠損し、表面の塗装は剥落しているが、話はや眼下などにわずかながら金箔を残す漆塗りの木箱に収められ、来歴を示す書き付けは残っていないが、同神社では川勝公が自ら掘ったか聖徳太子から賜ったもので1300年前の日本最古の面と言い伝えられてきた。乱れに人目に触れさせてはならないとの戒めから長く公になっていなかった。とある蘭陵王とは中国北西の皇族皇長卿の諸侯王としての称号。この写真は宮島駅フェリー乗り場前舞楽蘭陵王の像です。どこかで見たことがあるなと思っていたらニューロンが手をつなぎました。そうです、ネバー伊藤舞子さん、大英テレビ原翔子さんの不良少女と呼ばれてです。大酒神社の宝物蘭陵王の面はさらに鼻が高いのが特徴。世阿弥が記した能の理論風刺家伝では、聖徳太子が畑の川勝に66番のモノマネを作らせ、四神殿で回せたものが猿楽の始まりと伝えています。これが畑の川勝が雅楽の祖芸の神と呼ばれるゆえんです。最後の晩餐イエス・キリストと十二使徒による最後の晩餐を題材としたレオナルド・ダ・ヴィンチの作品十二使徒の中の一人イスカリオテのユダが私を裏切る
とキリストが予言した時の情景が描かれています。最後の晩餐に描かれる格子天井は合縁を碁盤の目に組まれています。大崎神社の拝殿も格子天井に仕上げてあり、天井画が並ぶ格子天井といっても様々な形式があり、長板を隙間を開けて仕上げたすのこのようなものや網目のような形状のものもある。額のようなものを合縁といい、合縁に絵が飾られています。その数12列。神社よりお寺によく見られることからも神仏集合の現れと考えればそうなのかもしれませんが、私には意味深に感じてしまうのです。大崎神社、酒の元の漢字は略であり、大酒は縁起式囲碁とされ、それまでは大略だった。大略とはダビデ王のこと。大崎神社の考察でよく耳にする説です。ダビデ王とはイスラエル軍とフィリスティア軍との戦いが膠着状態にあった時、巨大な体躯に重装備で身を固めた歴戦の勇士ゴリアテが進み出て、自分を倒せるものなら倒してみろと挑発しました。イスラエル軍の兵士たち全員が恐れをなして尻込みする中で、武具の付け方さえ知らない羊飼いの若者が羊を狼から守るために使う石嘆き一つでゴリアテに挑み、石がゴリアテの額に命中し一撃で倒した。羊飼いの若者がダビデ少年。ペリシテ軍はこれを見て総崩れになり、追撃したイスラエル軍は大いに勝利しました。その後ダビデは出陣の旅に勝利を収め、神はダビデを王に選ばれ祝福されますが、初代イスラエル王サウルに妬まれ、様々な苦難が彼を襲い、それを乗り越えダビデは全イスラエルの王指導者になり、エルサレムに進撃してそこを都としました。ゴリアテとの格闘シーンを表現しているのがフィレンツェアカデミア美術館に収蔵されるミケランジェロのダビデ像。イスラム教においては預言者とされます。大崎神社にダビデとの直接的な関係もダビデの星も確認できません。実はダビデの星はダビデ王との関係性がないとされ、19世紀初めにロスチャイルド家の家紋に取り入れられたことをきっかけに、それまでユダヤコミュニティにシンボルがなかったため、ダビデの星がやたらと使われるようになったのだそうです。これにより過去のものにも書き加えられていることが指摘されています。縁起は風刺家伝の新義編が元になっているのだそうです。風刺家伝とは世阿弥が記した能の理論書、亡き父神奈美の教えをもとに能の修行法、心得、縁起論、演出論、歴史、能の美学など、世阿弥自身が会得した芸道の視点からの解釈。神社の伝承によれば、波多川勝は聖徳太子の死後、蘇我のイルカの乱を避けて、うつろ舟で何羽から船出し、光玉天皇3年、9月12日、佐古市湾に浮かぶ生島の東岸に漂着したのだそうです。この物語が風刺家伝で語られているのです。うつろ舟は日本各地の民族伝承に登場する船で、うつぼ舟とも呼ばれています。共和3年、3月26日、日立国の斜里浜に異国船が漂着。二十歳くらいの美女が一人乗っており、背の高さは5尺ほど、色は青白く、眉毛と髪が赤黒く、歯は白く細かい。二尺四方ほどの箱を持っていて、大切なものが入っているのか、抱えていて手放さない。船中に謎の文字が多く見られ、敷物が引かれていた。都市伝説界では江戸時代の UFO を飛来、日本のロズウェル事件と呼んでいます。別の角度でうつろ舟を深掘りしてみましょう。折口忍の霊魂の話でこのことが検証されていました。玉の入れ物、高いから来てこの世の姿になるまでの間は何者かの中にこれ入っていなければならぬ。姿をなさない高いのものであるから、姿をなすまでの期間が必要だ。神事に預かる資格を得るためには、湧く期間をじっと家の中、あるいは山の中にこもらねばならなかった。日本の神道で、最も大切なことに考えていた、物意味と関連がある。物意味とは、不吉として物事を意味避けること。特に、ある期間、飲食、行為を慎んで、身体を清め、浮上を避けることを言います。特殊神事が行われる、美保神社の青伏垣神事、諸田船神事が有名ですが、主役である当人に選ばれた者は
1年間厳しい修行と生活の制約があります。琉球の古語の素順は物の中から生まれてる。琉球の筋と本土の打つとは同じ意味の言葉である。打つ、すつ、すだつ、育つはいずれも玉の出入りについて言うた語りである。例えるなら蝶の完全変態、芋虫がさなぎになり美しい蝶の姿となって飛び立つ。芋虫の状態を成虫元気といい、すでに大人の体の部位が育ち始めた状態であるといいます。さなぎの状態は酵素を放出し、特定の筋肉と神経システムの部分のみを残し、ほとんどの細胞組織をドロドロに溶かし、成虫元気が一人前の成虫の羽、で、そして足となるのだそうです。人、波多野川勝は、うつろ舟で神となり現れた。壱岐島の東側にある飛びつきの花に飛び移り、壱岐島に渡られました。まず最初に壱岐島で井戸を掘られたのだそうです。原生林に覆われた島で波多野川勝公が住まわれた。後に波多野川勝公を弔い、墳墓が建てられました。神域として木を切ったり、枝を折ったりすることはせず、泳いでも渡れそうな距離にある島ですが、年に一度の船渡御祭以外は禁足地として上陸することもありません。壱岐島は佐古市の自然の防波堤としての役割をしており、港が形成されています。島の存在自体が守り神なのです。船乗りは壱岐島に守られた港を後にしながら、茶臼山の方角宝珠山に航海の無事を祈り出航される。そして大酒大神はその背をいつも見守られています。伝統的な木造和船を色鮮やかな上りなどで飾り立て、神輿を乗せて一列に連なり、壱岐島にあるお旅所を目指す。動力船を使わない昔ながらの船祭りは全国でも珍しく、国の重要無形民俗文化財に指定されています。船渡御祭がいつ始まったのか不明ですが、古文書から享保11年にはすでに現在のような形で行われていたとみられます。10月、第2日曜日に行われる本宮には、海殿間を先頭に、天幕や五色の吹き流し、上りなどで飾られた、獅子船、五艘の当人船、楽船、神輿船、歌船からなる一大船団が、東の浜から佐古市湾に浮かぶ、壱岐島まで、佐古市湾内を巡行、航海安全を司る、大酒神社で祭典が行われた後、禁足地の壱岐島御旅所まで、神輿が運ばれます。その和船の数、12隻。拝殿右手の廊下に、祭礼用和船が飾られています。一枚板の説明書きには、兵庫県有形民俗文化財、祭礼用和船、楽船。この船は、国選択無形民俗文化財、船渡御祭に使用されたもので、楽人が乗って、雅楽を奏でた。現在では、復元船が使用されている。祭礼船12隻の中で、この船だけが館を持つ。渡御に際しては、内部に二条を敷き、上り、吹き流し幕、友の連、提灯で偽装される。渡御とは、天皇、皇后などがお出ましになること。この場合は、神輿を船で運び進むことを言います。偽装、儀、一文字で、船装いと読みます。大酒神社と、楽祖の関係は深く、祭神を祖と仰ぐが楽家には、東儀、岡、その、林の四家があり、雅楽を伝承活躍されている。この船は、赤穂市船艇保存技術保持者、港隆さんにより、復元されたものである。日遊道祖論を唱えた学者といえば、佐伯義郎氏と言われますが、それよりも早く、仏教とキリスト教の比較研究をされていた、親日派のイギリス人がいます。彼女は、多くの文献を日本に残し、その研究に生涯を捧げ、高野山奥の院に墓石があり、永遠の眠りにつかれています。司馬遼太郎の短編小説吐卒天の巡礼の一文に、この水は千数百年来大酒の洪水と呼ばれている。境内にあってイスラエドというものから湧く。これほどの甘露は全国に二つしかない。もう一つの井戸というのは、京都の太秦にある大酒神社。そこに安らい井戸という古い井戸がある。イギリスのゴルドンという女性学者が熱心に調べていたそうだ。この神社は縁起式以後、大酒神社と書くが、それ以前は、大白と書いたと古記録にある、漢訳聖書を見たことがあるか。
大白とはダビデの簡訳語だ。この神社はダビデの礼拝堂であった。ハタ一族は古代キリスト教の一派、ケイ教を信じていたというのが私の説である。境内にあるイサライの井戸、イサラとは少ない、イサライで水の少ない井戸という意味になり、イサライはイスラエルがなまったという説があります。サコシは山が近く平地が狭いことで、豊富な水が湧く井戸が少なく、洗濯や風呂の水の確保に苦労された記録が残っています。機能する井戸は大変貴重で、人々が協力して生活をされていたのだそうです。田園も千種川を越えたあたりから広がり、港周辺にはありません。もう一つの井戸とは、京都市右京区渦政西八岡町にあるイサライ。近くに大酒神社が鎮座します。旗織の技術集団であった旗氏は、朝廷への税金の代わりに絹や布を献上していました。織物をうずたかく積み上げていたことから、朝廷が与えた姓が渦政、拠点を表す太という漢字を当てはめ渦政になったとの言われがあります。大酒神社主祭神、真の始皇帝ユンズの君、旗の酒の君、王神天皇即位14年、ユズキの君が百済から来日した。創生して私は120件の人民を率いてきましたが、新羅人が邪魔をしているため唐の国にとどまっております。どうかお力を貸していただけませんか。ユズキの君が王神天皇に救済を求めた。その民の数推定2万人。天皇は葛城の卒飛行を派遣して、ユズキの民を唐に迎えに行きます。しかし3年経っても卒飛行は帰ってこなかった。そこでヘグリのつくのスクネ、イクハのトダのスクネを唐の国に派遣するにあたり、精鋭の兵を授けて天皇が御事のりした。卒飛行は久しく帰ってきていない。間違いなく新羅が邪魔して帰ってこれないのだろう。速やかに行って新羅を討ち、道を開きなさい。ヘグリのつくのスクネとイクハのトダのスクネは兵を進め、新羅との境界で相対した。新羅の王は恐れをなし、すぐにユズキの民を率いて卒飛行と共に無事和の国へ渡ることができた。日本書紀牧野十王神天皇14年に記される内容です。新撰小辞録によれば、旗氏は王神14年に百済から日本に帰化した氏族であり、祖は秦の始皇帝の末裔とされているユズキの君、三冠に羊を持つ渡来人系氏族を指す諸番に分類されます。現在の祭神から見る大酒神社は、祖は秦の始皇帝につながると主張する旗氏の神社と捉えられるが、縁起式神妙帳に記される大酒神社の祭神は一座大酒神と記され、本当の祭神は旗の川勝との説もあります。新撰小辞録は平安時代初期815年に嵯峨天皇の命により編纂された古代氏族名鑑、京及び畿内に住む1182氏をその出自により公別、神別、諸番に分類してその祖先を明らかにし、氏名の由来、分岐の様子などを記述するもの、全く縁もゆかりもない記述がされたとは言いませんが、天皇の命による神国制であったと思われます。そのため旗氏が渡来して500年以上経過した時代に申請された内容から様々な指摘がされてきました。その一つが日遊道祖論、佐伯義郎氏の論文、渦政を論ず旗氏はユダヤ人系京都であるという説は、旗氏の本拠地であった渦政の地名、遺跡などを根拠とし、その説のほとんどが語呂合わせ的なもので、歴史学会ではほとんど相手にされませんでした。司馬遼太郎の短編小説兜率天の巡礼に登場するイギリスのゴルドンという女性学者は実在の人物です。エリザベス・アンナ・ゴルドン、仏教とキリスト教の比較研究者、大乗仏教がキリスト教と著しい類似点を持つとした上で、経教に注目し、ザビエルによる布教の遥か以前に空海により古代キリスト教経教が日本に伝播され仏教と集合したと主張した。これを仏や一元論と言います。そして仏教とキリスト教の融和を理想とした屏風八十論を唱えました。八十とはイエス・キリストのこと。日本に洋書が少ないとの
嘆きを聞いた彼女は、イギリス、アメリカ、カナダの新聞市場で英国の文化を日本に伝え、同時に悲願の親善を図るため日本に洋書を送ろうと呼びかけ、たちまち10万冊ほどの図書が集まりました。これを携え、再び彼女は来日、日本で研究をされていましたが、長男の戦死の悲報が届き、帰国する際にそれまで日本で収集した研究資料や書籍を早稲田大学に寄贈。大学はこれをゴルドン文庫として記念しました。これが源流となり、さまざまな研究が進み、論文が発表されます。彼女の終焉は6年間京都ホテルに滞在し、膨大な遺構を残しました。滞在中、外出することはなく研究に没頭する日々を過ごしたそうです。その内容は、渦政の豪族であった渡来人ハタシをイスラエル人の末裔とし、日ユの関係を研究したものでした。これは高野山大学ゴルドン文庫として贈されており、高野山大学密教文化研究所で現在も調査研究されています。1925年、京都当時で仏式によって葬儀が行われ、遺言に従って高野山奥の院にある彼女が建立した敬教碑の傍らにゴルドン夫人は葬られました。翌年、元号が昭和に改元、激動の歴史の渦に神道も巻き込まれ、ゴルドン夫人の名はいつの間にか忘れ去られてしまいました。